こんにちは。縁語ろうチャンネルです。縁画界の貴公子山内圭介さんが東京国際フォーラムホール A にてコンサートを開き、今年の紅白への意気込みや来年の20周年イベントについて夢を語っており、話題になっています。その内容をまとめてお伝えしていきます。皆様の感想やコメントをお待ちしています。皆様でコメント欄にて盛り上がっていただければ幸いです。デビュー19年目を迎え、最新シングル唇スカーレットが9万枚突破とロングヒット中の山内圭介さんが10月23日山内圭介全国縦断コンサートツアー2019スペシャルと銘打ったコンサートを開きました。デビューの時からの念願だった47都道府県すべてを回るコンサートツアーを、今年4月11日の東京中野サンプラザからスタートし、11月29日の滋賀守山市民ホールまで全国67会場全75公演にて開催中で、全公演を合わせて約13万人を動員予定。この日は同ツアーの演目を一部変更し、バックバンドも通常は7人から25人に増やした特別編成のスペシャルバージョンで、9月26日の大阪フェスティバルホールを皮切りに、全国5都市で行ってきた5大都市ツアー全6公演のファイナル。その6公演ともチケットは完売となり、合わせて約1万6000人を動員しました。今回はミュージシャンが25人という今までで一番多いバンド編成で、そんな贅沢なサウンドの中で歌を聴いていただけるので、僕自身も歌手として幸せを感じています。今年は美空ひばりさんが亡くなられてから30年という節目の年でして、僕も幼い頃からひばりさんの歌を聴いて育ちましたので、この公演ではひばりさんの名曲をお届けするコーナーもあるスペシャルな内容です。念願の47都道府県ツアーで全国を回っていきながら、日本は広くて美しいなと改めて思いました。その中で日本を代表する歌手になりたいという夢も芽生えました。ファイナルとなるこの日は47都道府県ツアーの60公演目で、5000席の会場は熱烈なファンで満席の中、今年は台風19号など自然災害で日本が大変なことになっていますが、僕は歌い手ですから歌で元気と勇気を送ることができるよう頑張って歌いたいと思います、と挨拶。前半は2001年4月18日発売のデビュー曲無情をはじめ、昭和の歌姫美空ひばりをテーマに、昭和名曲列伝と題したコーナーで、山内さんが
幼少の頃から聴き、演歌歌手に憧れるきっかけとなったひばり作品から乱れ髪、りんご追い分け、津軽のふるさと、新曲唇スカーレットの新装版の青版のカップリング曲海霧の街、桃版のカップリング曲やばい愛、昨年大晦日に4回目の NHK 紅白歌合戦に出場して歌唱したサラセ冬の嵐などを披露。後半はオリジナル歌謡浪曲大曽根涙酒をはじめ、ヒットシングル作品から恋の手本、スポットライト、釧路空港、風蓮湖、冬枯れのビオラなどを熱唱。アンコールでは米津玄師のレモンと最新曲唇スカーレットの2曲合わせて全26曲を歌い、最後まで満員の客席を楽しませました。昨年の紅白歌合戦で米津さんのパフォーマンスに刺激を受けたという山内さんは、米津さんは演歌を歌えるんじゃないかなっていうぐらいフィーリングをすごく感じるし、演歌の拳のような節回しもあると分析し、演歌歌手ではあるのですが一人のボーカリストとしてアーティストとして皆さんにも米津さんの楽曲を表現したいという思いで歌いましたと話しました。来年はデビュー20周年を迎えますが、20周年の来年はツアーも開催しますし、座長公演も大阪の方で決まっています。いろんなお祭りにも出かけて、一緒に自分の20周年とともに日本の町々が元気になるような活動をしていきたい。まだやれるかどうかは全然決まっていませんが、あの日本武道館のステージに立ってみたいですね。2020年と20周年なので語呂もいいんですよね。武道館でわーっとお祝いできるような、そんなステージを行いたいと思います。そして今年も去年と同じくレコード大賞でも歌わせてもらいたいですし、出していただけたら5度目の NHK 紅白歌合戦になりますが、朝ドラがスカーレットなのでその舞台で唇スカーレットを歌ってみたいと話していました。歌謡界は年末紅白歌合戦やレコード大賞など注目のステージが目白押しです。けいちゃんには年末までたくさん活躍していただき、来年の20周年へとつなげてもらいたいですね。これだけ武道館とご本人がおっしゃっているので、来年の20周年記念イベントは武道館で決まりそうな予感ですね。いかがでしたでしょうか。けいちゃん紅白出場信じています。来年は武道館で会いたいと感じましたら、高評価グッド評価で応援してください。ご協力よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。